おはようございます。起きなさい。サバイバル3日目。おはよう。ちょっとマシかもしれないですね。マシだな。おー。天気。上、GM から電話かかってきたんで、電話出ます。あ、こちら。はい。もしもし。おはよう。おはようございます。君の今日の予定は何だ？今日は、サバイバル3日目で、昼ぐらいからパチンコ屋行って、まあ、夕方ぐらいまで、ね、500回転回して、低フェリーに向かおうかなって感じですね。この顔ぶれは何をそんな余裕の最終日を迎えようとしている。では今日は君に緊急ミッションを与えよう。まだ小豆島の観光が足りていない。そこで君には今日午前中昼12時までに寒霞渓という山頂の観光地に来ていただきたい。そこで小豆島全体の綺麗な写真を1枚私に収めよう。でははい、今日も最終日気を抜くでない。わかりました。はい。寒霞渓なんじゃそれ。あ、ちょっと調べて行きたいなと思います。まあ多分言ってたのはこれやろうな。ああ、あ、ロープウェイで行くんですね。山頂まで5分間スリリ満点。俺結構人生スリリングやからさ。あ、まあまあまあ何にも怖いことないわ。往復で2000円。どうしよう。500玉。寒霞渓、勝利続くランナウェイ。なんか絶景ポイントっぽいけど、ね、そうですね、うん。ちなみに寒霞渓は日本三大渓谷美っていう国の指定の、まあ、国宝みたいなもん。そうなんよ。に、まあ、名勝っていう種類らしくて指定されてるみたいで、うん、はい、結構すごいとこらしいですね。へえ、いいですね。これでよろしい？あ、いいと思います。写真のセンスが来年は高みに行くか、もっと。マジですか？どこ見てそれ思ったんすか？ん？地球。地球。現状維持は衰退や。そうですね。また新しいことやるって感じですか？まあもちろんや、うん。挑戦し続けへん人生の意味はないけど、うん。たまにこういうとこ来たら結構で、まあ、自分を見つめ直す機会になるよな。はい。魔除け。災難よけ、交通安全、変わらなきゃ。そうっすね。はい。はい、ありがとう。あ、こっちか。はい、200円。意外だと高くてね。はい。俺もしっかり買いました。あの輪っかに。ああ、そういうこと。まあ最初ですやった。何、願い事は？あ、願い事？願い事か。もうちょっとデス君が人気出てくれっていう願い事かな。いきます。あ、むずいわ。ほっ、こっちやろ。あ、え、おれ。あー、無理やった。も願い事。俺の願いは、はい、人生ファイヤーさせてください。ベタファイヤー。YouTube で覚えた言葉。
通らんかったらファイヤーしない全然めっちゃ左行くのめっちゃ行くっすほんまにあうわ惜しい肩抱きました何気にちょっと早いんよ、うん、オリーブ園でも行くか行きますかもしかしたらモコミチおるかもしれないバニラっぽいけど、はい、最後になんか葉っぱの苦味みたいなの来るの。オリーブオイル的な感じじゃなくて、いや全然違う。葉っぱの感じ。葉っぱっぽい。茶葉っぽい、はい。最後の戦いになりましたよ。はい、声もほんまに戻ってきてな、うん。多分明日には完治してそう。タイミング悪く。最悪のタイミングでした。まあ、はい、最後もここのお店で。締めさせてもらうわ。ラスト500回で。こっから頑張ろうか。はい。気持ちの整理もあるでしょう。東京タワーの展望台で待っています。来てくれると信じています。やっぱね、うん、期待値疲労、マジむずい。いや、本気出して、はい、ベタバリとか、そのもう鬼徘徊とか、はい、そんなんしたら余裕やけど、なかなかやっぱしづらいやん、この店。そうですね。客層もさ、うん、結構シニアの人多いし、うん、ガチガチのプロみたいなもん、そんなんおらんし、うん、まあほんまにガチプロがゼロ人かな。セミプロっぽいのが何人かおるし、みたいな。まあ、期待値とは分かってる人が、数人おるかなぐらい、うん、で本島やったらこの台空いたらもう1分もせんうちに取られるみたいな台が10分20分放置されてるってことがもうざらにあるですよ、うんうんうん、なありますね。まあスロット特に特にそうやな。だからそういうお店でやっぱそういうなんか不快な感じするのはちょっとあれやなと思って、安くでも早く手つけて座ってみたいな、まあ考えながらやって難しいな。まあじゃあ状況的にはあんまり打ててない。そうやな、なかなかやっぱいい台あかんな、うんうんうん、でやっぱもうぶっちゃけ特備でもないやろうし、うん、分回るみたいな台ないしな。多分平打ちで日当稼げる台ないんちゃうかな。分からんけどなさそうな気はするな。まあけどそんなもんやろ、はい、普通、うん、やけど対処する速さ見る限り、はい、開ける日はあると思うねんな。初日俺が売ったやつ、二日目に対処してきたやん、はい、このお店が。っていうのを見る限り、まあ多分普通に暑い時は多分あるんやと思う、うん、っていうのは感じるな。ただ今ほんまね余裕ムードやったんやけど、あれ違うんですか。やばいな、負けるまであるな。このままやったらまずいな。完全にあのまあこんないのもあれですけど、昨日の焼肉と午前中の観光がちょっと邪魔してますね。ちょっとどころじゃないな。かなりっすね。いやー、まあ、スロットね、打ってもいいけどな。いや、なんかスロットで達成したくないねんな、俺の中で。わかります。やっぱりな。うん、なんかスロットは合ってないようなもんみたいな感覚で今、二日やってったから、はい、とりあえず、やれることはやりたいんやけど、はい、タイムリミットなんじゃったっけな。まあ、6時半に、あの、港近くのとこなんですけど、6時ぐらいには出とかんといかんす。そうやな、ガソリン入れなあかんな。え、6時半やったっけ、リミット。
リミット6じゃん。やりますか。2064万。はい、2064万。もうすぐ集合場所に着きます。あ、ここやったっけな。はい、前回これ撮ってなかったからね。よっしゃ、ギリ間に合ったね。間に合ったよ殿。はい、お疲れ様です。お疲れ。はい、ではミカがよく生き抜いて、そして時間通りここまで帰ってきた。はい、まずはそれに賞賛を送ろう。はい、おめでとう。おめでとうだろ、これは。もちろんだ、はい、いやー、まあけどほんまね、この3日間でね、僕もいろいろありましたよ。2日目なんてマジ声出んかったっすからね。今でやっとね、徐々に徐々に戻ってきて、今でもちょっとまあちょっと変かなぐらいですけど、この3日間まあ自分の体に苦しめられました。なるほどな。はい、いや、問題の5万円の返金。はい、君はこの3日間パチンコだけの収益で生き延びることができたか、そして5万円返却することができるか、君の今回の収支を発表してくれ。まあ、こちらに全ての入れてきました。でガソリンもしっかり満タンに入れて、まあ、やれることやってます。まあまあ、まずは A のごとく、はい、1万円ですかな。はい、確かに1万円。まあまあまあ、そうですね、2万円。はい、まあ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 、3万円、4万円。1000円だった。4万1000円、4万2000円、4万3000円、4万4000円、4万5000円、4万7000円、4万8000円。これで札はしまいかな。終わりました。4万9000円。よし、とうとうこの時が、高校とのとこの時がやってきた。小銭はあります。なるほどな。はい、850円かな。はい、つまり君は今回私に返金できた金額は49,850円、残り150円、足りないな。だけどまだマスターあるんですよ。何をしているんだ。2枚あります。はい、はい、やはり今回も成功したんだな。はい、まだあります。はい、はい、まどろこしいな。はい、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 現状99,850円だ。99,850円。まあさすがにもありました。これラストです。109,850円。ということで、僕らあのね、僕あの買ったんですけど、買った動画こちら。
さあ、この動画が見れるということは皆さん、エンディングをご覧になられたでしょうか。現在、16時過ぎかな。現状、通常474回転回しております。はい、で、残り26回転。なるほど。それで、僕の、まあ、ノルマを達成することになるんですけど、はい、収支の方も、もう勝ち確です。おめでとうございます。はい。もうなのでね、このサバイバル、勝利はもうほぼ確定しております。まあ、あと26回転ね、まあ、適当にね、回して終了したらいいんですけど、はい、まあ、そういうわけにはいかんやろ、やっぱ YouTuber なんでね。なるほどって。ということで、まあ、僕がね、逆に GM にね、はい、連絡しまして、はい、じゃあ26回転で、僕ユニコーンもし逆に当てれたら、罰ゲームしますわ、と。お、なるほど。当てないのが正解。そう、当てないのが正解。もし26回転以内に、はい、僕がユニコーンで単発なり核変なりを引いてしまったら、今回のこのサバイバルの罰ゲーム、受けます。もしかしたら、俺のここで究極の引き見して当ててしまうかもしれへんけど、はい、まあこういう感じの結末でしたということで、まあ、はい、サブミッションの方をご覧ください。ということでね、夕方ぐらいには決着ついてたんですよ。いやー、はっきり言っていいですか？なんだ？ 1 日目でオーバーキルしちゃったっすね。おそらく。なのか。1日目がちょっとできすぎて、ちょっと、個人的にも今回は、楽勝すぎたかな。パチンコサバイバルっていうタイトルやのに、もう1日目の時点で、パチンコ旅行になってたな。そうだな。どう考えても。やりすぎだな。いやー、そうだ、もう、はっきり言うけど、俺のここ強すぎだし、あとは、シンプルに、立ち回りが良かったかって言われたら、全然良くない。なるほど。では、今回はプロとしての立ち回りとしては全然できてない。もう普通に、もう最後はこなすだけやったし。なるほどな。まあ途中、もう喉もやられたし、動画的にどうなんかなみたいにいろいろ考えて、気分的にはちょっと落ち込んどったから、サバイバル結構、この3日間、なんか前もって結構ね、楽しみにしとったし、自分もいつか来るんちゃうかみたいな備えて、でやっと来たと思ったらこの体調、まあなんか納得はいってないですね。正直勝ちましたけど、うん、納得はいけてない3日間ですね。まあじゃあつまり次のサバイバルも期待していくということな。まあどっち、僕がやったパチンコ旅行になりますよ。なるほど。どうせもう2回やって2回とも倍ぐらいになってるやん。ただパチンコに絶対はありえない。うん、いずれ君も負けるときは来る、はい、そして、まあそうでしょうね、本当のサバイバルを強いられるとき、これは必ず訪れるであろう。確かに。その時まで私は君にサバイバルを挑み続ける。はい、いいですよ。ということで、まあ、今回はおめでとう。だがこれがいつまで続くとは限らない。決して気を抜くでない。はい、いいですよ。まあいつでも勝負はしてください。分かった。もうほんまね、もっとごって資格呼んでくれよ俺に。もうパチンコ屋2店舗でももうクリアしちゃったし。なるほどな。もう何が来ても怖くないよね。パチンコやないとこはちょっときついけど、まあ今回行ったやっぱ2店舗やっぱプロ目線で言ったらきつい。ただまあハイエナはいけるかな。でどっちかで言ったらやっぱスローのハイエナがいける。まあ稼働率はそのやっぱ低いけど、お客さんに対しての期待値稼働してる人は少ない感じなんで、まあ美味しいかなっていう総評です。まあ、パチンコに関したら全体的にベース低いんで、普通にU タイム狙いしてもなかなか期待値取りにくい感じです。なるほど。最後ね、サブミッションやったんですけど、まあ、ユニコーン26回転以内に当たってしまったら1ヶ月まあ黒歴史パーカー規定稼働なんですけど、まあもちろん当たらずしっかり回避したんで、まあ、完全勝利ということでいいでしょうか。構わない。まあまあ、いつでもまた挑んできてください。今、1年に1回ペースなんでね。別にペース上げてもらっても。
ああ、頻度を上げるか、はい、そうだな、滞在期間を1ヶ月にするとかも無理いいだろうな。まあ1ヶ月は無理なんで、3日とかやったら、まあもう俺からしたら旅行やから、もうただで旅行行けてるみたいなもんやからありがたいね。なるほどな。はい。で、俺の豪華景品は、君の豪華景品は黒歴史パーカー。無料だ。いやねえ、マジいらんわ。ではまた次のミッションで罰ゲームとして貸させてもらおう。はい、わかりました。小豆島の皆さん、ありがとうございました。楽しい3日間でした。まあ、観光に来る際はね、ぜひ僕らが行った足跡辿ってみてください。一番おすすめ、良かったなっていうところです。ちなみにどこ、まあ、僕からですね、感化系でしたね、やっぱあの、ああロープウェイ、あ、そうですね、石投げるとこ、あ、そうですね、あ、なるほどね。いや、俺はそのもう結婚しとかあれやけど、はい、もしカップルで行くならって考えたら、ね、エンジェルロードかなって思いました。という感じで、ほんまにありがとうございました。この動画はまあ多分年末上がってると思うんですけど、良いお年を。良いお年を。お疲れ様でした。バイ。今回のサバイバル、期待値あまりにも引きすぎて申し訳ございませんでした。明らかにね、期待値だけで考えたら、もう絶対にクリアできない数値を叩き出したのに、クリアしちゃったという。あ、なるほど。剛腕出しちゃいまして、すいませんでした。いや、まあ次は、ちょっと期待値、縛りあってもいいかなと思うので、その辺、GM にお任せします。わかりました。で、まあ、勝ち稼働じゃないから、まあ、その、期待値重視の立ち回りじゃないっていうのも、まあ、考慮して、まあ、エンタメとして楽しんでもらえたらなと思います。まあ、一回けどガッチガチの、はい、もうガッチガチのやつやってもいいかもしれないな。ほんまのサバイバルって意味の、ガチガチお助けとかなし。なるほど。まあ、それもありかもしれない。そうですね。まあ、そんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。